第1試合別荘のスーパージュニア公式戦で影響を受ける30分一本勝負アタックは大阪プロレス195kg エベッサン。さあこのエベッサンがこのリーグ戦どんな働きを見せるんでしょうか。優勝候補でもあります、この重心サンダーライガー。さあ小手さん、はい、この一戦エベスさんサイドから見てですね、はい、どんな攻略法があるわけですか。短期決戦ですね。短期決戦、はい、あなるほどね。じゃないと、スタミナに難がありますから。あエベスさんは、さあまずエベスさんが握手を求めましたがライガーは応じません。公式リーグ戦今ゴングなりました。30分の一本勝負 A ブロックです。ライガー対エベスさんの一戦となりました。マスクマス対決ロックアップから始まった。バックを取ります重心サンダーライガー。4月28日は大阪プロレスタッグ選手権挑戦者としてエントリーしましたが惜しくも敗れてしまいました。このライガーの方は現在 IWGP ジュニア、そして大阪プロレスタッグともに2冠号です。タッグの2冠号重心サンダーライガー、足を畳んでいったレッグロックの体勢を取ります。重心サンダーライガーです。とにかく短期決戦ということでさんのお話もありました。攻めていきたいのがエベスさんですが攻められてしまってますね。小手さんどうですかね、多少の硬さというのは見られますか。エベスさんはどうでしょうか。そんなにないと思うんですけどね。やはりそのリングが違いますから、はい、大阪プロレスの時のようにですね、はい、楽しいプロレスではありませんよね。もちろん違いますね、はい、そういう部分での戸惑いというのは別にないですか。エベスさんとしてはもう彼ぐらいになったらないと思うんですよね。マスクをしているがために表情は伺えません。エベスさん今心中に気を出しているものは何でしょうか。さあ力比べリングのほぼ中央公式リーグ戦です。さあ上から押さえつけていきますのが重心サンダーライガー。ライガーも力ありますからね。ありますもんね、はい、ヘビー級並みのそのパワーを誇っております重心サンダーライガー。上半身裸になりますとものすごい筋肉をしております重心サンダーライガー。さあまずは力比べはライガーの勝ちでしょう。切り返していく蹴りを見舞ったサイドを取るエベスさん。さあロープに送り出していくショルダータックル共に倒れません。もう一発ショーダかわしたエベスさんどうする。はい当たり立ち上げるように持っていきました。エベスさん場内大歓声です。冷静ですね小手さんね。冷静ですね、はい、さあストンピングはるばる大阪からやってまいりましたこのエベスさん。今回はこのジュニアの祭典にエントリーをしてさあどうするか。お返しをしてるんだ。この辺りは中心サンダーライガーも冷静。まず小手さんライガーを慌てさせなきゃいけませんよねエベスさんとするとね。そうですね、ライガーになるのとね、そんなに慌てないですよさあエベスさんどうする。おお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 まあ、小手さん、はい、場外のライガーからすると一本取られたなというそうですねさあしかしまだ試合中です。油断は禁物。エベスさんまずは自分のペースに相手ライガーを引きずり込んでいきたいところなんですがそう簡単にはいかないでしょう。さあフライングメイヤーから顔面そしてまあグラウンドでの小倉ツイストのようなそんな体勢を取りました。スタミナにやや難ありと言われておりますこのエベスさん。やられても顔を笑ってるんですよねそれ
きつさは分からないですよね。ただね、はい、これだけの大きいですから、ねじられてるからきついですよ。おさあ今度は両足を畳んでまいりました。さあボーアンドアローバックブリーカー弓矢固めの体勢に入ります。さあもがき苦しんでいるエベスさん、体勢を立て直したカバーの体勢ですがカウントはワンカウント。さあ今度はキャメルクラッチです。これきついですよエベスさんの体の柔らかさという部分ではある程度柔らかいんですよ。あそうですか。体の横の広い割には柔らかいんですけど、ほうきついですね。さあかなり絞っておりますライガー。ライガー曰くここで優勝しないとタッグやと思われてしまう、そういうコメントがこのライガーの口から出ておりました。なんとしてもここで優勝が欲しいところ。今年は巻き返しを図っておりますこの重心サンダーライガー。あの鈴木みのる、パンクラスの鈴木みのるもこの新日本のマットの参戦も決まっております。さあ逆水平ライガーとしても優勝して鈴木みのるとの一戦交えたいところかと思うんですが、まずは優勝しなくてはなりませんライガーです。さあ翔太のチャンスを狙う、これをかわす、ソバットを放つエベスさんです。ラリアット、これ器用ですよね。そうですね。さあ商売繁盛と叫んだがあライガー呼んでおりました。それはヘッドロックをね、片手でやろうなんて言うからでしょうね。なるほどね。これさ、エベスさんは基礎はしっかりしている選手と見ていいですか。いいです、はい。さあ今度はどうするか。おこの状態で、あーっと地獄落としか。さあここでどうだ、カウントは2カウント。今の一発はかなり効いた模様です。さあエビス落とし、いったいったエビス落とし。さあ勝負に出ますエベスさん、トップロープの上ランディングボディプレス、厳しかった。表面からの蹴り、まだ余力残っておりましたライガー。今のはきつかったでしょう。自爆のダメージがかなりあろうかと思います。対角線に飛ばす、ショーダです。突き上げていったトップロープの上に上げる、こらえるエベスさん、強引に上げるライガー、フランケンシュタイナー、そしてカバー、これでどうか。もうよく返しました、よく返しました。さあエベスさんの、エベスさんに対する声援もかなり飛んでおります。今度はライガーが、さあトップロープの上に上がります。ライガープレス、膝を合わせるエベスさん。さあ一瞬の隙を突いて、こういった技は効果的。惜しい、惜しかった惜しかった。エベスさん、エベスさんは相手もあるでしょうね、ここまで来ますと。そうですね。正面からの蹴りを見舞う、おーシャイニングウィザード、なんとなんと、おーそしてこれはエベトーさんか、なんとなんと向こう刑事か、シャイニングウィザードから持っていきました。今場内からエベトーさんというそんな声援も漏れました。器用ですね。器用ですね。これだけのね、横に広いのに。それとですね、はい、このマスクって言うんですかね、はい、仮面って言うんですかね、これは少し得してますね。と言いますと、普通のマスクと違うでしょ、はい、笑ってるでしょ、相手はね、はい、もうスタミナ切れたのある程度分かるわけですね、はい、しかし笑ってる顔でしょ、だから腹立ってないんです。腹立ってきますしね。これはこういうマスク得だしね。なるほど、そういうことありますね、確かにね。さあそしてエベスさんがもう一度勝負に出ます。おー、さあ
いや確かに器用ですよ、ね、器用です、はい、器用です、ただね、これだけの体してて、これであれだけのことするでしょ、はい、だからスタミナ切れてきてますね、もう。あ、なるほどね、ここで攻めない、もうチャンス、そうですね、これでもチャンスなかったらもう無理、無理ですよ。あ、さあ最後のチャンスにかけます、レベスさん、エルボーを打つ、正面から今度はどうだ、あーカウンターになってしまった、来た、すぐに浮き上がる、よっしゃ、ライガーボムか、抱え上げる、かわした、エベスさん、ライガーに最後の一打を許しません。はい、粘り見せます、見せますね、さああとは反撃する余力が残っているか、これを切ってはちょっと厳しくなる、あ、垂直落下式ブレンバスターで